よっと。よう、タボ。ヤガミか。久しぶりだな。お前、東か。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよ、バカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか、頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろう。頭は芸才すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや、東。ええ、今日のところはそうします。やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。もういい、行け。前にも言いませんでしたっけね、疫病神を略して八神です。すぐに手切った方がいいですよ。東よ、少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよ。タボ、東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰か分からなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。分かった、行ってくる。モグラの件とは別だ、依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それにハムラの情報も手に入るかもしれないしな。もしもし。カイトだ。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。あいつは今一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。分かった、頼んだぜ。もうちょっと文字を大きくできないと。
なんだよ。わかった。すぐに行く。やべえ。行くぞ。ありがとうございます、兄貴。おう。海藤だ。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは？ゲーセン？ああ、シャルルって看板が出てる。昔俺が組から任されてた店だ。今はあいつがやってるってことか。ヤクザのやってるゲーセン？
実は裏カジノとか。いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。わかった。なら俺も行けるところまで行ってみ。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。なるほど、変装か。わかった。100円飲まれちゃったんですけど。後にしろ、今仕事の話中だ。え、でも。うるせえ、あっち行け。行って。悪かったな。よかったらこれで遊んでってくれ。いいの？ありがとう。おい、何やってんだ。そこは入るな。入んなっつったろ、てめえ。妙な野郎が。八神、てめえ俺をつけたな。つか、なんて格好してやがる。まあそこはそっとしといてくれ。何のつもりだ。何しに来た。海藤さんがお前を心配しててね。心配だと？自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってってな。悪い顔になったか。当たり前だ。俺はな、極道なんだよ。いや、悪ぶってるだけだろ。はあ？さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。なら確かめてみるか。おっと、喧嘩はもういいって。どうしてもって言うならすぐに出てくよ。腰抜けが。相変わらずだ。俺らが最後に会ったのはもう1年前か。海藤さんが破門にされた日。
あの時お前は泣いてたよな。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。てめえら何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。ターボ、なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ。落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ。笑えるだろターボは。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、海藤は。今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。お、親父、俺は。泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね。こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？随分手回しがいいな。ありがとうございます。じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、波紋だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ？何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。多忙、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。あの時、親父は兄貴を助けたくてお前を連れてきたんだろう。だがもうあの状況だ。波紋は避けようがなかった。それでお前はできる限りの弁護をしたってわけだ。おかげで頭にはずっと目つけられてるよ。でもお前はうまいことやったな、東。頭に取り入って出世したか。このゲーセンも前は海藤さんが仕切ってたって。てめえに何がわかる。今の松金組は全部頭が牛耳ってんだよ。海藤の兄貴がいなくなって、親父は少しずつ勢力を崩されてった。兄貴さえ組に残ってりゃこうはなってね。
お前はそれを見てただけか。頭が組を乗っ取ってる間ずっとたった一人で何ができんだよ。言うはやすしだ。そうだな。そういえば松金組から取られた1億、あれどうなった？ああ、金は戻らずじまい。犯人も逃げたきりか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。だよな。時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。戻ったのか。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って東とも会って話した。尾行がバレたのか。いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった？まず今の松金組はおやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。1年前、海藤さんが組を破門にされた時、あ、事務所の金庫から1億、拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった？海藤さんは何か聞いてるか？金は東が回収したらしい。
例の綾部から聞いた情報によればだ。東がどうやって。さあな、もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりだ。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。テンダーに行く気か。綾部の情報を買うんなら金がかかるぞ。金が足りなきゃその時考えるよ。時間食っちゃったよ。なんだ？おい！よう、いらっしゃい。噂じゃこの店に悪徳警官が出入りしてるって。あのな、うちの客にそんなのいないよ。人聞きの悪い。綾部来てない？さっき来るって連絡はあったよ。それよりターボ、ちょうどよかった。一つ頼まれてほしい仕事があるんだ。仕事？八神探偵事務所カムロ町一と見込んでね。ん？そう言われると断りづらいな。照れることないよ、俺は本気なんだから。どんな仕事？さあね、まだ聞いてないんだ。まあ依頼人はうちの常連だから間違いはないと思うけど。今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。今すぐ？その代わり綾部さんが来たら連絡してやるから。ただ待ってるより人稼ぎしてきなよ、八神探偵。はあ、それもそうだな。しばらく寝とけって。
ああ。ん？いい加減にしろよ。
しばらく寝とけっての。
ばらく寝とけっての。だねえ。
もしもし。綾部だ。テンダーのマスターに言われて電話してる。なんか用だって？また欲しい情報があるんだ。金はあるんだよな。もう紹介サービスは終わったぞ。いくらかかるかネタによるかな。そのネタ、あんた海藤さんには20万だって言ってたらしい。あ？1年前松金組が強盗に1億やられたろ。事件のその後が知りたいんだ。俺がその情報20万って言ったのか？そう聞いたよ。なら鮮度が落ちて今は10万ってとこだな。お？いいのか？情報量は適当に決めてるわけじゃない。俺なりの計算式があるんだよ。明日お前んとこの事務所に行く。金は用意しとけよ。